貨幣。貨幣、貨幣、とは、物やサービスとの交換に用いられる、お金を、経済用語では貨幣、または、通貨と呼ぶ。貨幣とは、経済学上は、価値の尺度、交換の媒介、価値の畜造の機能を持ったもののことである。講義には、本位貨幣のほかにも、法律により強制通用力を認められている、信用貨幣も含める。つまり、 貨幣という語は、中貨、紙幣に加えて、東西預金などの信用貨幣も含めて指す場合が多い。なお、慣習的な用法として、法令用語の意味における貨幣と紙幣、銀行券を合わせて、お金と呼ぶことが多い。政府は、租税の算定に通貨を用いる。法定通貨が、額面通りの価値を持つためには、その貨幣を発行する政府に対して、 国民の信用が存在することが必要条件である。貨幣の重要な機能として、次のようなものがあり、いずれかに用いられていれば、貨幣とみなせる。それぞれの機能は別個の起源と目的を持っている。貨幣は4つの機能によって用途が分かれており、身分によって使える貨幣が決まっていたり、共同体の内部と外部とで用いられる貨幣が異なっていた。 全ての機能を含む全面的な貨幣が現れたのは文字を持つ社会が誕生して以降となる。現在は一国につき一通貨の制度が主流となっているが歴史においては貢献力によらずに国際的な貿易で流通する貨幣や各地域が独自に発行する貨幣が多数存在していた。このため複数の貨幣が用いられていた。経済学では 貨幣という用語は銀行の当座預金や普通預金などの預金通貨や定期預金などの純通貨を含むより広い意味で用いられることが多い。貨幣数量説、貨幣上数などの用語における貨幣はこうした要例である。貨幣は財、サービスと交換できるため人々に求められると考える。貨幣は財との交換回数の節約という形で経済の効率化に 重要な役割を果たしている。デイビッド・ヒュームは、貨幣は、商業の実態ではなく、在家相互の交換を容易にするために、人々が承認した道具と定義した。アダム・スミスは、富とは、貨幣ではなく貨幣で買える商品であり、貨幣は、商品が買えるから価値があるに過ぎないと論じた。デビッド・リカードは、貨幣は交換のための単なる媒介と定義している。 スミスやリカードによる貨幣は商品交換の媒介に過ぎないという思想は19世紀後半の新古典派経済学では貨幣の中立性と表現された貨幣の価値は貨幣のものとしての価値とは異なる例えば俯瞰紙幣の場合物としての日本の千円札は印刷物でしかない千円札を文字や模様が印刷された紙として利用して得られる 紅葉は千円で売られているランチから得られる紅葉に及ばない。維持転換における貨幣価値を表す概念として割引現在価値がある。これは将来の貨幣価値は現在の貨幣価値に利息分が上積みされたものと考えてその利息を生むために必要な現在の貨幣価値と同等とみなすものである。 例えば、利率が年にン0であり、日本円で9,091円を預金すると、来年には909円、イコール9,09110、100の利子を受け取ることが切るものとする。すると、来年には合わせて1万円になる。この場合、来年の1万円の割引現在価値は9,091円で、ある。貨幣は、あらゆる商品の価値を、統一的に表現できるため、 これを逆算すれば、一定の貨幣量で購買可能な商品量を表現できる。この貨幣の能力を購買力と呼ぶ。また一定の商品量を購買するのにどのくらいの貨幣量が必要かを調べ、これを国際比較することで数値化ができ、これを購買力平価と呼ぶ。商品の交換には、在、サービスの交換比率や買い手売り手に関する情報が必要となる。 貨幣は、この情報を入手するための費用を節約する。この情報が欠けていると、互いに相手の所有する商品を同時に保持している場合にしか、交換が成立しない。このような欲求の二重の一致なしに交換を成立させるものとして、貨幣は、商品経済の発達を進展させ、分業と公益の拡大をもたらす。また貨幣は、 完全な情報を仮定するミクロ経済学では登場せず、マクロ経済学の分析対象となる。マルクス経済学は、一般的な通貨の三機能、尺度、安増、交換に加え、債権債務の支払い志願としての信用貨幣、国際的な決済や支払いに用いる、世界貨幣、労働価値説との関係を指摘している。国家が、 租税の算定に用いる通貨を法定通貨と呼び、法定通貨は、租税の他にも、賃金などへの強制通用力が法的に認められている。かつて貨幣は、本位貨幣、本位金、銀貨を指す言葉であり、政府紙幣や銀行券とは区別されていた。明治4年、1871年に、造幣局が創業して以来、日本の法律上の貨幣とは、 新化条例及び貨幣法に基づき発行された本位貨幣及び補助貨幣を指した臨時通貨法施行後は1988年3月末まで臨時補助貨幣のみの発行となったが1988年4月1日に通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律昭和62年6月1日法律第42号が施行されると 法的な本位貨幣と補助貨幣の区別はなくなり、すべて貨幣と称することになった。通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律によれば、通貨とは貨幣及び日本銀行法、平成9年法律第89号第46条第1項の規定により、日本銀行が発行する銀行権をいう。同法二条三項とされ、また貨幣の種類は、 500円、100円、50円、10円、5円、及び1円の6種類とする。同法5条1項と規定される。また、同法不足により、貨幣とみなす、臨時補助貨幣として、同法律施行以前に発行された500円、1円、効果及び、記念効果が規定されている。この法律の施行により、明治時代から発行されていた、本位貨幣の1円、2円、5円、 十円、二十円の、旧金貨、それぞれ額面の二倍に、通用と五円、十円、二十円の新金貨は1988年3月31日、限りで廃止になり、明日ともに管理通貨制度に移行した。したがって、現在の日本の法律上の貨幣とは、1948年、昭和23年以降に発行された五円効果、1951年、 昭和26年以降の10円硬九1955年、昭和30年以降の1円硬果と50円硬九1957年、昭和32年以降の100円硬九1982年、昭和57年以降の500円硬果と、1964年、昭和39年以降に、記念のために発行された1000円硬果、5000円硬果、1万円硬果。 5万円硬貨、10万円硬貨を指す。2014年現在の日本における法令用語としての貨幣は、もっぱら補助貨幣の性格を持つ高価のみを指し、紙幣及び銀行券とは区別されている。同法第7条により、貨幣は、額面価格の20倍までに限って強制通用力が認められている。すなわち、支払いを受ける側は、 貨幣の種類ごとに20枚までは受け取りを拒むことはできない。例えば、12000円の買い物をして、500円効果と100円効果、各20枚で支払うことは認められる。ただし、21枚以上であっても、支払いを受ける側が拒否せず、受け取るのは自由である。なお、貨幣をりに損傷、いつぶしすると、1年以下の懲役または20万円以下の、 罰金にに、せられる、貨貨幣幣損傷等取締法ここでう貨幣に銀行権は含まない。社会学では、貨幣による市場における交換は、貨幣尺度で反対給付が確定している経済的交換として捉えられ、例えば長期的な利害を共有するコミュニティの内部におけるような、相互善意を前提した反対給付が確定しない社会的交換とは対比される。 離島、炭鉱などの場所や、世界各地のハンセン病療養所や、コロニーなどの施設において、それぞれの用途に合わせて貨幣が発行されていた。電子的、暗号化及び電気通信もしくは無線通信技術の一部、または全部の工場は、代用貨幣の一種としての、電子マネー、公共交通機関を利用する際に運賃などとして、利用する乗車カード含むや、 特定の国家による価値の保障を持たない貨幣としての仮想通貨の出現をもたらした。詳細は各格好内項目を参照のこと。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。